ポーランド赤十字社は、ポーランドの赤十字団体である。ワルシャワ市立病院のベンジャミン・レショフスキーによって1919 19年1月18日に設立され、同年7月24日に赤十字社として認定された。初代代表は、パベウ・サピエ派である。第二次世界大戦前夜、ポーランド赤十字社は、陸軍の予算を守るために、野戦病院で、 ポーランド軍のために活動した。1919年1月18日、ポーランドサマリア人教会は、赤十字の原則に従うポーランド全土の、事前団体の会議を組織した。当時、ポーランド白十字教会と呼ばれていた、組織の代表だったヘレナ・パデレフスカの支援を得て、出席者は、ポーランド赤十字教会を結成した。30名の臨時委員会が選出され、 規約草案を作成し、新しい赤十字社の準備を進めた。第二次世界大戦前には、陸軍予算を節約するために、ポーランド軍の救急車を運営していた。ポーランドソビエト戦争後の1922年、ポーランド赤十字社は、ポーランドとロシアの捕虜の交換に参加した。政治的囚人への援助という組織の会長のエカテリーナ・ペシコバは、 捕虜交換に参加したことで、ポーランド籍十字から勲章を授与された。1942年、著名なポーランド人暗号学者マリアン・レイエフスキとヘンリク・ジガルスキは、ドイツ占領下のフランスからスペインへ脱出したが、スペイン到着時に逮捕され、抑留施設に入れられた。ポーランド籍十字社は、彼らに連絡を取る手段を見つけ、彼らに、 食料の差し入れを手配することができた。赤十字のスタッフは自分たちが関わっている相手が何者であるのかを知っていてであろうか、彼らの暗号解読の技量に敬意を表すような連絡の仕方を取った。彼らは荷物に先立って食料品を受け取るポーランド人の囚人のリストに見せかけたメッセージをごく普通のポーランド語で送ったのである。以下は その砲役との対比である。その後赤十字は彼らの解放に成功した。1944年、イタリア戦線に従軍していたブワディスワフ・アンデルスの軍の下で、ステファン・ティシュキエビッチがポーランド赤十字を率いていた。2002、ノバヤ・ガジタ・ RU2019 年6月11日閲覧。ヤロスラブ・レオント・イエーブ・ディアー。 エカテリーナ・パーブロブのアーカイブド2007年3月11日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ロシアン・ジャーマニー、N24 から2005ハット・ファイターズ・フォーザ、ヒューマン・ライツ・アーカイブド。2012年7月16日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ノーバヤ・ガ・ゼータ、N81、2002ブーディアンスキー、スティーブン、バトル・オブ・ウィズ。サイモン・アンド・シュスター、2000。 ISBN 0-68485-93278ピオトロフスキー。ヤツェク、エイド、ジェイニーキー・ジンゲシー・プリージデンタ・ RP ホラディスラワ、ラスキュークス、1939-1947ビロツワッフ、ワイドン、ユニーワーシテツ・ラクロスキーゴ、2004アクタ・ユニバーシテーティス・ラトスロビエンシス、2687 8322925662シグネチャーデアシュターツビブリオテックズベルリン 3A128733 から2一 a 3A128733 から2 P527 P 五百二十七ザジャ l s of President Las Kyux 1939から1947ありがとうございます